957。はい、いいよ、触って。はい、ちょっとこっち見てね。ちょっと確認します。ごめんね、ちょっとはい、じゃあ顔こっち向けて、そうで、両肩持ち、両肩、もうちょっと前、ここで肩、ここ、そうそうね、背面いきますね。で、ボミングチェック。まあこれはあの、目はヒアルロン酸、お耳は銀製剤ね、外耳炎の影響です。薬が入ったらちょっと嫌だね。はい、口、歯と歯ぐ、歯ぐきの色、歯も綺麗ですし、歯ぐきの色もピンク色で、すごい健康的な色してます。これが顔色ですね。はい、この目隠しして、このお腹触ります。柔らかいのが正常ね。硬いとこがあっちゃいかんだけど、上腹も中腹も下腹も柔らかいです。ただちょびっとガスが触れるね。ちょっとだけガス溜まっててもいいんですよ。だけど触れるほど溜まってちゃダメなんです。あ、なるほど。前回はこの子胃が触れたもんね。そうですね。ね、そしたら胃はこないでるよりはいいね。でもガスがちょっとあると。ガスはどうすればいいんですか。ラキサトン。まあラキサトンよりも本当チモシーたっぷり食べることですよ。でも食べるんだよな、この子って。食べるんですけど、好き嫌いが激しくって。あ、食べるチモシーと食べんチモシーが。そうなんですよ。ラキサトンはまだあります、お家に。ラキサトン欲しくって、ここでもちょっと飲ませますね。お願いします。ラキサトン飲ませ、ちょっと光線照射療法といって、お腹に光を当てさせてもらっていいですか。お願いします。じゃあ次にこちらを、セラメルチン、寄生虫を予防する薬ですね。これは、まあ、はい、それから100の1分で持ってきて、爪切りもしたら切らしてもらえなくて。え、切らしてもらえなくて。切らしてくれない。あ、お家だと、はい、この子は気が強いもんね、ちっちゃいけど、ですよね、確か。そうです。はい、こんだけ目隠し、さんもさ、気が強くいるんだよね。確かに。私この間初めてウサギに噛まれました。うん、ホテルでいるウサギさんに。こっちの子はすごい噛んでくるんですよ。あ、そうなの。こんな、でもさ、あんまり噛んでくる子っていないんだけど。うん、なんとこれと、それから、ラキサは好きなんだよね、この子 ね、 そうですね。ちょっと多めにあげますね、1点。それから、あとで爪切りを。もうちょいやって。言いにくい爪なんだよね、あれ。そうですよね。一応あの
なるべくギリギリで切りますけど、おっとっとっとと左右のバランスを保つ。はい、ごめんね。結構伸びてるからさ、ちょっとギリギリ狙いますね。で、ちょっと出血したら止めますからね。幸い出血はしないんですけど、相手から今やりにくいから。よし、最高じゃん。言ったとたに言ったとたに。一箇所すいません、かすかに滲んでます。ごめんなさい、何とともときます。はい、じゃあ楽な体験してな。ごめんね、顔こっち立たまって、足ついとっていいよ。すごいね、あなた。嫌なことされた後でもちゃんと食べるね。相当好きだね、これ。すごいペースで食べるんだ。あっという間ですね、1.5。そうなんですよ。まあ、これは1日 1.5 か2ぐらいやっといてください。はい、わかりました。それと、まあ、血のシワ、そう、なるべく食べてほしいんだけど、本当は硬いやつ食べた方がいいんだけどね。そうですよね。だけど、まあ、食べる血のシワを探して、ちょっと VD にしてもう一回仰向け、 VD だ、そういうこと。はい、楽にして目隠し。じゃあちょっと髪を伸ばしてください。はい、じゃあで、落車灯を一本出していけばいいんですよね。はい、お願いします。はい、じゃあ次がチャチャ。じゃあその子をもらいましょう。一回止め